はい、いつもご視聴ありがとうございます。今日はロマサガ2リメイクのちょっと攻略動画になります。一応1周目、このファイル4番が1周目で、このファイル3番がベリーハードクリアのデータで、今難易度ロマンシングのデータ進めてる最中なんですけども、敵が強すぎるので結構大変だと思うんですけども、今ね氷の遺跡でここのこのお強い人がいるわけなんですけども、このこいつの他にですね、サラマットのエールネップ神殿のあの巨人とか、あとはあれですね、この貯蔵城の石州祭の前に出てくるワグナスの手下のグレートとか、直接攻撃重視の敵をね倒そうにしても攻撃力が異常に強すぎて普通にやってれば勝てないんですけども、それを簡単に倒す方法を紹介しますと。で、まず必要なのが術ですね。術の陰陽師入れてですね、まずあれば便利なのがこれですね、イルストーム、毒にするやつで、必ず必要なのがレイズフォーム、これですね、 LP1 消費して物理攻撃を必ず無効化するっていうやつです。その代わり術攻撃以外すれば戻ってしまって回復を受けると戦闘不能になるっていう、まあいわゆるアンデッド化の魔法ですね。で、まあちょっとね、とりあえずパッとやってみますね。はい、こいつ普通にやれば確実に負けちゃうので、まず LP 消費して物理攻撃の効かない霊体化。私の番ですね。あとはね、正直もうこいつらはどうでもいいですこいつスタンが効くんでね、あとは行きますよ。はい、で2周2ターン目でイールストーム、ここは私の全力で行きます。結構スタンが効くので、行きます。捕らえた。これでどうですよ。で、毒のダメで 99,999 が毎ターン入るので、あとはねポイズナブローで、ポイナスブローでいいのかな。あとはまあ適当に、ただねこれ HP がねとてつもなく高いので、はい、無敵です。はい、4300くらいます。これ HP 何本あるんですかね。はい、強いはい、強い。ご覧ください、私が行きましょう。これ霊体化してるときは武器の攻撃による行動や回復呪文食らったりすると死にます。
任せください。せい、覚悟してください。はい、甘い。参ります。甘い。私が行きましょう。甘い。甘い。参ります。一体 HP はいくらいるんでしょうかね、この人。いや、レアドロップしてくれればいいんですけど。甘い。お任せください。甘い。どうにか払うことができましたね。うわー、アイテムゲットで黒曜石ということで、レア武器ゲットならず。霊言を授かりました。はい、ということで簡単に倒せます。このレストレーションね、取らないと先に進めるのが辛いんだよね、ロマンシングの。今現状帝国国力がもうマックスなので、で能力値100、これがまたね、微妙な、なぜ100いかないっていう。はい、ということでね、今回は本名寺ルートをね、仲間にするルートで、サラマンダーをね、仲間にできないルートなんですけど、ここね、浮上島、これあれなんですよね、ここ一回ね、帝国の領土にしてるんですけど、噴火すれば領土が解除されてしまうっていうね。はい、ということで今回は物理攻撃ばっかりやってくる強い敵を確実に倒す方法でしたということで、ご視聴ありがとうございました。